この作品に登場する少年少女は人類史上最悪の犯罪、ユダヤ人大量虐殺、ホロコーストを目撃した。これはナチスドイツの子供たちが晩年を迎え語った加害者側の証言ドキュメンタリーである。戦後長い間沈黙を守ってきた彼らが語ったのは、ナチスへの加担や受け入れてしまったことを悔いる言葉だけではなかった。自己弁護や言い逃れ、さらにはヒトラーを未だに支持するという驚くべき証言の数々。Gehört einer Mörderorganisation an. Das ist ein Blödsinn. Lasst euch nicht verblenden. 現代を生きる我々は、彼らの言葉に何を感じ、何を学ぶのか。ファイナルアカウント、第三帝国最後の証言。